皆さんこんにちは、伊豆です。本日もプロスペースやっていきます。本日はこちら TS 第4弾の選手を評価していこうというふうに思います。はい、というわけですね、純正目線で評価していくんですけど、今回もね評価していこうかなというところです。で、更新としてはまた今週も無料10連引けますね。で、イベントはバッティングトラベラーやったんですけど、どうなんですかね。なんかこの間はめちゃくちゃ荒れてた気がしますけど、今回ね、元に戻って速度が変更されるっていうところがなくなったのかなっていうところはあるんじゃないかなというふうに思います。ただあれですね、ランダムボックスはコインでしたね。そんなところかなっていう感じです。それでは早速 TS 第4弾の選手、各球団ね、純正目線で評価していこうというふうに思います。はい、ではまずオリックスからですね、行きましょう。オリックスは田口壮選手というところで能力見ていきましょう。弾道、中弾道、ミート76、パワー67、走力77っていうところですね。守備適性がかなり優秀で、レフトが84の A、センターが82の A、ライトが81の A で守れるっていうところで、ここはかなり魅力なのかなというふうに思います。球スローイング方もかなりいいっすね。というところで、結構守備というところの期待値はですね、高いんじゃないかなというところですね。で、特殊能力見ていくと、超チャンス20丸、守備職人、走塁っていうところで、しっかりね、超チャンスで打撃能力ね、上げてくれるので、割と打撃の期待値も高いのかなというような選手ですね。ただ割とオリックスは外野ね、結構アーティストがいたりするので、その守備要因とかで使わせるのが一番いいのかなという感じではありますという感じですね。結構田口選手は自分もね、予想をしたんですよね。来てほしいなっていうような選手でね、っていう感じではあったので、ここは確実に取りに行きたいなというところですね。普通に純正やっててもこの田口選手は必要なピースなんじゃないかなというふうに思うので、ぜひオリックス純正の方獲得していただくといいんじゃないかなというところです。では次行きましょう。続いてホークスは中村晃選手というところで能力見ていきましょう。またまたレフトですね。弾道、ラインドライブ、ミート77、パワー72、走力68っていう感じで、ラインドライブできましたねっていうところで、ここね、前回同じ年の査定でね出てきた時が中弾道やったんですよね。はい、というところで、ここは一応強化ではあるのかなという感じではありますけど、今出てもねって感じではありますね。はい、守備適性見ていくと、レフトが70の B で守れるっていう感じですね。ここちょっと下がっちゃったりしてますけどね。ちょっとわかんないですね。そんな変わるんやって感じではありますけど。で、ライトが59の D と。一応特殊で C まで行くっていう感じですね。で、ファーストが60の C で守れると。で、守備積極ですね。で、補給スライン型が73、63、55っていう形です。で、特殊能力がね、流し打ち、固め打ち、選球眼っていうところで、完全にミートにね、ガンブリしてますねっていう感じではあります。ミートはめちゃくちゃ上がってくれるんじゃないかなっていう感じではありますけど、パワーがねちょっと上がらないっていうところはありますという感じですね。ミートもともと高くて、パワーも72か、最低限ですね。ちょっと下げられちゃったら飛ばないなって感じるところあるかもしれないんですけど、ラインドライブなんで、そこら辺は弾道っていうところでね、補っていけるのかなというふうには思います。で、この晃さんが一番難しくて、使うポジションによるのかなって感じではありますね。基本的にはね、レフトがいいのかなというふうに思うんですけど、今年から近藤さんがいたりね、去年だと山本さんが出たりっていう感じでね、結構広角ラインドライブで、守備も同じくらいっていうような選手が多いんですよね。っていうところで、レフトっていうところでは、その選手持ってたらね、使いづらいのかなという感じではあります。という感じで、ファーストとかはね、意外とありなのかなというふうに思ってるんですけど、もしファーストで使うとかなったらですね、過去の広角で超チャンスって守備が B まで行くやつありますよねっていうのを持ってたりしたら、そっちでもいいのかなというふうに思ったりするので、ここは本当に難しいところかなというふうには思います。獲得迷ってる方はその自分の今の獲得状況とかコメントしていただくと、アドバイスできるのかなというところで、ぜひコメントしていただくといいんじゃないかなという感じですけど、どうかな。自分はファーストで過去のね2022シリーズ1のアキラさん使うのかなって感じではありますけど、このアキラさんは確実にとって前回のセレクション継承しようかなというふうには思ってますという感じですね。本当に外野揃ってなかったら、センター近藤さん、レフトこの TS のアキラさんで、ライト柳田さんとかもそういった使い方も全然ありなんじゃないかなというふうには思いますね。はい、そういったところですね。ちょっとパワーが上がらないのが気になるのかなっていうくらいです。では次行きましょう。西武は小野寺さんというところで初登場ですね。能力見ていきましょう。球威74、制球72、スタミナ63っていうところです。で、球種見ていくと、ストレート、スライダー、カーブ、スプリット、サークルチェンジっていうところで、かなりシンプルっすね。ちょっと抑えれる球種っていうのは少ないのかなというふうに思います。少ないかな。で、特殊能力が伸び20丸消え、楽天キラーっていうところで、特能もめちゃくちゃ強いっていうわけじゃないですね。ただしっかり相手の能力は落としてくれるんじゃないかなっていう形です。この小野寺
ター選手はね、まあちょっと球種的に使いづらいのかなとリアタイ的にはね、いうふうには思います。なんでまあリアタイ勢が獲得っていうところはしに行かなくていいんじゃないかなっていう感じですね。リーグ的にはまあ球威制球同時とかいけるので、まあそこら辺は強いんじゃないかなという感じではあります。では次行きましょう。楽天は島選手ですね。能力見ていきましょう。弾道低弾道ミート78、パワー59、走力69っていうところです。で、まあ、守備適正が C の63で、補給が45、スローイング54、肩が65っていう形です。で、特殊能力が補修20丸流し打ちチャンスっていうところで、まあここ自分ね、過去の2021シリーズ1のね、島選手持ったりしてるんですけど、まあ打撃っていうところはね、まあぼちぼち特殊能力で上がってくれるのかなという感じですね。まあただ今では本当に使ってないという感じではあります。で、まあ守備適性ね見ていくと、スローイングが54で肩が65っていうところですね。ここはねめちゃくちゃ走られましたねっていうところでね、まあ結構、まあ今現役で出てる選手とかがね見ていくと、住谷選手が出てるかなというところで、まあ打撃ステータスはね、住谷選手の方が低いのかなというふうに思うんですけど、まあ中弾道だったりっていうところありますし、肩もね住谷選手かなり強いので、まあそういったところでは、まあ結構島選手の出番っていうところは少ないのかなと。あとは銀次選手とかね TSA 出てましたけど、そこもねキャッチャー守れたりするんですよね。まあそこら辺使う方がいいのかなっていうふうに現状は思ってますね。うん、前取った時はね全然選手揃ってなくて、初めての TS くらいやったんですよね、楽天純正で。うん、やけんまあ捕手いなかったんで取ったんですけど、まあちょっと今揃ってきた段階ではまあお代理は難しいのかなっていう感じではありますと。いうところで、まあミート型でミートへ行くっていうところで、リーグでの使い道っていうところは全然あるんじゃないかなっていう感じですね。では次行きましょう。黒木選手能力見ていきましょう。球威74、制球67、スタミナ86っていう形です。で、球種見ていくと、ストレート、スライダー、カーブ、フォーク、ザ・シンプルって感じの球種してますね。はいまあこれじゃリアタイじゃ厳しいかな。先発っていうところでね、ちょっとリアタイ的には使えないのかなって感じではあります。で、特殊能力が打たれ強さ、タイピン、散り上がりっていうところで、まあ結構得能はねタイピンもあったりして、まあぼちぼちかなっていう感じではありますけど、ちょっときついかな。リーグ的にはスタミナ型っていう感じですね。うん、ちょっとリアタイ勢がね無理に獲得しに行くっていうところはしなくていいんじゃないかなっていう感じではあります。では次行きましょう。日ハム高梨選手の能力見ていきましょう。球威77、制球66、スタミナ71っていうところです。で、球種見ていくと、ストレート、スライダー、カーブ、フォーク、またシンプル。ただちょっと球種ね、変化量が大きいなっていう感じではありますね。で、先発中継ぎいけるっていう形です。で、特殊能力が伸び、対ピンチ、対右打者っていうところで、対ピン出た時割と曲がるのかなっていう感じではありますけど、まあ本当に優先度としては高くないのかなっていう感じですね。まあここを取りに行くならね、他の段で他の選手狙った方がいいのかなっていう感じでは個人的には思ってますという感じですね。優先度としては高くないという感じですね。一応9位型で9位まで行くっていう形ではあります。では次行きましょう。ヤクルトは池山選手ですね。能力見ていきましょう。弾道アーティスト、ミート75、パワー80、走力73っていう形です。で、守備適性が74で、補給、スローイング、肩もね全部 B っていうところで、まあここの守備の期待値っていうところも高いんじゃないかなというふうに思います。で、特殊能力がアーティスト、チャンス、さよなら男っていうところで、まあ、ここもねしっかり能力上げてくれるっていうところと、アーティストなのでね、まあ、ショートのアーティスト2人かな3人かな、数わかんないんですけど、まあ貴重なショートのアーティストっていうところで、まあヤクルト人生でもねかなり必須かな。結構ショートの会はヤクルトでもいないのかなっていう感じではあるので、まあ、こんだけ打撃も良くて守備もいいっていうところはですね、確実に取っておきたいのかなというふうに思います。まあ本当に3年連続で登場してますね。まあでも結構 TS の中でも結構一番くらいかな、池山選手は取る中でね一番かなというふうに思うので、まあぜひ池山選手は取っておいていただくといいんじゃないかなっていう感じです。では次行きましょう。続いて横浜小池選手ですね。能力見ていきましょう。弾道ラインドライブ、ミート60、パワー75、走力66っていう形です。で、守備適正が65の C っていうところですね。で、センターも63、ライトも63で守れるっていうところで、まあ結構守備っていうところもぼちぼちなのかなというふうに思います。で、
ラインドライブプリヒッター固め打ちっていうところで、ここもねしっかり能力上げてくれるので、パワーめちゃくちゃ上げてくれますねっていうところでは、ラインドライブっていうところもあって、かなりね個人的には使用がいいんじゃないかなというふうに思っております。またレフトっすね。まあでも今回出てるレフトの中でも打撃の期待値っていうところは一番高いんじゃないかなという感じではありますね。まあ、今回初登場っていうところで、結構横浜純正やってる方もですね、欲しい方多いんじゃないかなというふうに思います。結構打撃の期待値は高いというふうには思いますね。では次行きましょう。安藤選手の能力見ていきましょう。9位75、制球72、スタミナ61っていう形ですね。一応9位制球同値いけるっていう感じです。でも球種見ていくと、ストレート、スライダー、シュート、スローカーブ、フォークというところで、まあ曲がりが小さいっすね。まあ似てる球種もないっていうところで、ちょっとまあきつくはあるのかなって感じではあったりしますと。で、特殊能力が超大ピンチ20丸伸び内角っていうところで、特能めっちゃ強いんですけどね、超大ピンチは本当にプロスペの中で 1,2 番の特能ではあるので、かなり強くはあるんですけど、ちょっと球種的にはね使えないのかなっていうふうに思ったりしますね。結構ね安藤選手は強い球種かなって出たりしてたんですけど、ちょっとその査定にはならなかったっていう感じですね。2003年の査定ですね。結構ね前回登場2016とかは通信持ってたりしたんですけど、まあそこを思ったりしたらね結構変わってきたかなというふうに思うんですけど、まあちょっと今回リアタイ的には使いづらい能力ではあるのかなっていう感じですね、球種としてはね。では次行きましょう。巨人は西選手ですね、能力見ていきましょう。弾道、高弾道、ミート75、パワー78、走力73っていうところです。で、守備的性は75のままか、ただサード的性がなくなってるとか、そういった感じですね。で、積極になっているっていう形です。で、特殊能力がチャンスメーカー、対左投手、守備職人っていう感じで、年度変わってんのかな、2004年のホームランが28本の年になってますね。はい、まあここはまあ打撃ステータスとかね、弾道とかいう面見てもこっちの方が使いやすいのかなっていうふうには思ったりしますね。チャンスメーカーか、まあ、どうなんですかね、一番で使うならこっちの方がいいのかなって感じではあったりしますね。一番バッター誰かいるかな、チャンスメーカー巨人あんまりいなかったと思うんで、本当にありだと思いますね。続いて中崎選手の能力見ていきましょう。981、制球72、スタミナ62っていうところです。まあ、球種見ていくと、ストレート、スライダー、カーブ、フォーク、高速シュートにチェンジアップっていうところで、まあここムービングつきませんでしたね。ちょっとここは期待してたんですけど、期待外れかなという感じです。特能強いんですけどね、超大ピンチ20丸伸び対強打者っていうところで、まあここはねムービングついてたらかなり強かったのかなというふうに思うんですけど、まあここはリアタイ勢からしたらですね、取りに行かなくていいのかなという感じの球種ではありますね。特能めっちゃ強いんですけどね、これにムービングついてたらかなり強かったんじゃないかなというふうに思います。まあ今後どうかな、九州とかシリーズね、年度変わってくるんですかね。まあそこら辺が変わってきたりしたら期待なのかなっていう感じではありますね。では次行きましょう。ラスト、中日は中田健一選手というところで能力見ていきましょう。9位77、制球57、スタミナ77っていう形です。球種見ていくと、ストレート、スライダー、カーブ、フォークにチェンジオブペースっていうところで、ここがねツーシームとかやったら割とまあぼちぼちかなという感じな球種やったんですけど、ちょっと球種としてはシンプルかな、ストレート、スライダー、カーブ、フォーク、チェンジオブペースか、ちょっと使いづらいのかなというふうに思いますね。先発中継ぎいけるっていう形です。特能強いのに超大ピンチ20丸、尻上がり、巨人キラーというところで超大ピンチ持ってるんですけどね、ちょっと球種が変わるだけで化けるとは思うんですけど、ちょっと今回は使いづらいかなっていう形ですというところですね。はい、ではどうでしたかね。まああんまりラインナップとしては今回ね、豪華とは言えないというふうには思うんですけど、まあ各球団ね必要な選手っていうところはいるのかなというところで、田口選手取った方がいいと思いますし、アキラさんもね、あれですね、ファーストのラインドライブの広角のやつね、持ってなかったら確実に取っておきたいのかなっていう感じです。最近のアキラさんしか持ってないっていうような方ですねは取っておきたいのかなっていう感じだったりはしますし、まあ池山さんもかなり必須、ヤクルトの中で TS っていう風になったらですね、池山さんが一番必須なのかなという風に思いますし、小池さんもかなり必須と言えるんじゃないかなというところだったり、まあ西選手も1番で使うとか、まあセカンドっていうところでもね、巨人割とまあ候補って言ったらまあ入ってくるところなのかなという風には思うので、まあその辺かな、本当にこの5名っていうところはですね、まあ自分のオーダー次第でもあるんですけど、獲得しに行った方がいいのかなという感じではあると思いますというところですね。まあ結構ラインナップも渋めですし、今回 TS 第4弾というところもあってね、
割とランキングは緩いのかなというふうに個人的には思っているので、まあそこら辺見ながらですね、ランキング走るか決めていただくといいんじゃないかなというところです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。まあ今回のね評価はあくまで参考にしてですね、自分で獲得するかっていうところは決めていただくといいんじゃないかなというふうに思います。本日もご視聴ありがとうございました。また明日以降も動画出すと思うので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。ではイズでした。お疲れ様です。